アルフォンサス・エディンタスアルフォンサス・エディンタスは、リトアニアの歴史学者、外交官、小説家。1952年1月4日、ソビエト連邦、リトアニア・バイグバにて生まれる。1969年、ケルメチク・バイグバ中等学校を卒業。その後、1973年まで、ビリニュース教育大学で、歴史学を学んだ。その後は、講師、歴史学課長。 副学部長を歴任。1986年から1993年まで、リトアニア科学アカデミー歴史学研究所の副研究所長を務め、1990年には教授資格も取得した。1993年からは外交官として、中米リトアニア大使のほか、中カナダ、中メキシコも務めた。2000年からはリトアニア外務省で勤務し、 2001年には大学にて教授も務めている。2002年からは中イスラエル、中キプロス大使、2003年からは中エチオピア、中南アフリカ、中ナイジェリア大使も務めた。2006年から2009年までは中ノルウェー・リトアニア大使を務めた。2012年から中ギリシャ大使を務めている。2008年までにリトアニアの歴史や政治に関する本を16冊。 論文を50本に表している。また、歴史フィクションの本も書いている。既婚で、妻は、教師のビルテ、単調教長単調教長、ありがとうございます。